こんにちは、エルバダ長東と申します。今回は写真を使って我々のサスティナブルをお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらは東京都あきる野市になります。都心から約1時間ほど離れたこの場所には、我々の畑があり、お野菜を育てたり収穫したり、また近隣の農家さんより買い付けしたりとしています。我々のレストランではサスティナブルと合わせ地産地消もフィロソフィーとし、今ではお店で使う野菜の 90% 以上が東京産です。これらは様々なお料理となり、お客様の元へと届いていきます。また調理の過程で余ってしまった野菜の種や根っこ、皮茎、いわゆるくず野菜と呼ばれる部分ですが、こちらは乾燥させサイフォンという器具を使い香りを抽出したスープとなります。こちらは我々のシグネチャーディッシュとしてお客様に。またその出がらしは乾燥させ粉末にしたものをこちらのメレンゲ菓子としています。そして、どうしても余ってしまった生ごみなどは毎日計量をし、コンポスト、堆肥へと生まれ変わり、最初の畑へと戻っていきます。ここまでが我々の、一つの循環のサスティナブルとして、取り組んでいることになります。ご視聴ありがとうございました。